皆さんこんにちは。ヒューマンギルド長藤香織です。アドラー心理学専門チャンネルヒューマンギルド、本日は働きがいを高めるにはというタイトルでお送りいたします。こちらの YouTube チャンネルをご覧になっている皆さんも、組織に所属したり自営業だったりと何らかの形で働いている方が多いと思いますし、今は仕事から離れていたとしても今後何らかの形で復帰したいというふうに思っていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。その時に、以前ワークエンゲージメントの時にもお話ししましたが、どうやったらいやいや働くのではなく生き生き働くことができるかが、ご自身の人生の質、いわゆる QOL と言われるクオリティオブライフに関わってくるのではないかと思います。今日はアドラー心理学的な視点と絡めて、働きがいをどう高めていけるのかを一緒に考えたいと思います。まず働きがいの定義から見ていきましょう。働きがいというのは、働き手の仕事への充実感や達成感というふうに出ております。この仕事への達成感や充実感というのは、ある程度の困難を伴う仕事をやり遂げた時にこそ出てくるものではないでしょうか。楽な仕事とか簡単な仕事、暇な職場というのを求めてばかりいると、この充実感とか達成感というのを感じるのはとても難しいのではないかと思います。働きがいを感じたいな、でも大変な仕事は嫌だなということでは、なかなか働きがいというところまではたどり着かないのではないかと思います。この働きがいに関して大きく関わってくるのは、働きやすさということだと思います。いわゆるブラック企業と言われるところでは、働きがいを感じることは非常に難しいですよね。このあたりに関して、日本の企業はかなり努力をしているという事実があります。それが、こちらの今年の5月1日の、日本経済新聞なんですけれども、この一面のところにね、働きがい改革道半ばとあるんですが、この、こちらの記事の中に、このね、2020年の年間総労働時間が、1685時間。そして2016年と比べると 5.5% 減っている。そして、有給休暇の取得率というのが 56.6%。これも2016年、4年前と比べて、7.2 ポイント増えている。なので、総労働時間が少なくなって、有給休暇も、4年前よりも取りやすくなっているという事実はあります。それなのに、ちょっとまた残念なことがあるんですね。こちらも同じ記事の中に入っているんですけれども、働きがいを感じる社員の割合というのは 56% で、世界平均を10ポイント下回る。そして調査した23カ国中6年連続の最下位だというんですね。これ何かというと、アメリカの、人事コンサルの大手のコーンフェリーという会社があるんですが、そこが2020年から2021年にかけて、いわゆるグローバル企業610社、580万人を対象に調査したところ、日本人で働きがいを感じる社員の割合は、56%。これ、世界の平均が 66% ぐらいだというので、かなり低いんですね。しかもおそらく平均値も下げています。そして、調査した23カ国の中で、こういうね、低い結果が出ている、最下位が6年連続、続いているということなんですね。じゃあなんで私たち日本人は働きがいを感じられないんでしょう。環境は少しずつ良くなっているのに、働きがいというのは低いままなんでしょうか。それも同じ、記事によると、一つ企業側の要因、旧来型の日本型経営が未だにまかり通っている。上位下達の組織風土ですとか、年功序列による役職ポストの滞留など、昔からね、本当に昭和とか平成から脈々と続いている日本型経営というのが、社員の働きがいの低迷に影響してしまっているんではないかということ。そして社員側の要因として、そもそも仕事に対して働きがいを求めていないんじゃないか。上のようなね、原因がずっと続いていると、個人の創意工夫の範囲が狭まってしまっていたり、現場でね、こういろんなことを決められない、全部上が決めるみたいなことがずっと、まかり通ってしまっています。
そうすると、こんな中でずっと仕事をしてきている人たちが社内にたくさんいて、そこにどっぷり染まってしまっていると、仕事って責任は誰かが取ってくれるものであったりとか、仕事は大変なものだし、辛いものだし、まあ、なんて言うんでしょう、苦労みたいな感覚が刷り込まれてしまっていて、楽しみとか喜びみたいなものは仕事外にしか求めないっていう人も多くいるのではないかなと思います。仕事は苦労、仕事は我慢、仕事はつまらないものみたいな感覚って個人差はあると思うんですけれども、まあ誰しも 100% から 0% の間である程度は持っているのではないかなと思います。でもやっぱりその感覚を変えていかないと、私たちはね、なかなか働きがいというのが感じられないというのもあるのではないでしょうか。ではそれをね、打開するために、組織頼みではない部分、私たち一人一人ができることは何だろうかというと、この3つを考えてみました。1つ目。今やっている仕事のクオリティを 1% でもいいから高める工夫をするということです。普段皆さんがしている仕事、もうね、何にも考えなくても、もう手が動いちゃうとかっていうふうにね、できてしまうこともあると思いますし、まあ一方、毎回毎回、すごく知恵を絞り出してやってるという方もいらっしゃると思います。仕事がつまらないとか、働きがいがないなというふうに感じている場合は、いつもね、どうせ同じ仕事しかやらせてもらえないとか、自分じゃなくて誰がやっても同じだなんていうふうに思っている場合も多いと思います。そうだとしたら、そのいつもの仕事の質をちょっとだけでも自分が上げることはできないだろうかという、まあ主体的な気持ちでね、仕事に取り組んでみたらいかがでしょうかということなんですね。先輩から引き継いだ仕事に少しでもいいから自分の工夫を加える。その料理で言えば、まあ、隠し味的なものを加えて、支障が出ない範囲で、まあ、良い方向性でオリジナリティみたいなものを出してみる。そうすると、誰がやっても同じ仕事なんていうふうに思うんではなくて、私の仕事として、自分の仕事に対して誇りを持つことができるのではないでしょうか。そして二つ目です。仕事に面白みを見出すということ。つまらない仕事なんだと思ったら、それはもういつまでもつまらないまんまなんですね。有名なトム・ソーヤーのペンキ塗りの話というのをご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、いたずらをしたトム・ソーヤーが罰として壁のペンキをこう塗らされている。で、それをね、いやいややってる時は友達に手伝ってよって頼んでも誰も手伝ってくれないんですね。でも、トムは発想を変えて、もうものすごい楽しそうにペンキ塗りを始めるわけです。そうすると周りのみんながなんかトムが面白そうなことをやっているって思って、自分にも手伝わせてくれっていうふうに集まってくるんですね。その話からもわかるように、やっぱりため息ついたりも舌打ちしながらいやいややっている仕事だと、その仕事に対する意識がどん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 ネガティブになっていってしまったりします。例えばね、ルーティーンの細かい仕事だったりしたら、いかに早くノーミスで終了させるか、こう自分タイムトライアルをしてみるとか、この作業が終わったらコーヒーブレイクにしようかななんていうふうに、何らかの楽しみとか面白みを見つける、創意工夫の意識を持つこともとても大切だと思います。そして三つ目、周囲の人たちとのコミュニケーションがより良くなる働きかけをするということです。もちろん職場ですので仲良しグループではないです。ベタベタする必要は全くありませんし、嫌いな人を好きになれと言っているわけではないんですけれども、やはり職場のコミュニケーションがうまく回っていると、それだけで一つ大きなストレスが取り除かれるということになりますし、そこは皆さんにとって居心地の良い居場所になります。お互いの違いを尊重し合いながら、まあ、土足で踏み込むようなことはせずに、でもチームとして全員が 100% の力を発揮できるように、誰かが誰かの足を引っ張ったりすることなく、共同ですね、共に働いていける場にする。そんな働きかけを、皆さんから始めること。そしてそれを周りにも伝えていくこと。それによってサポートし合える。まあ、アドラー心理学でいうところの共同体感覚が溢れる場ができるのではないでしょうか。ということで、本日は働きがいを高めるにはというタイトルでお送りいたしました。今日お話しした働きがいですとか、職場のコミュニケーションなどについて、こちらの日本監督士協会さんから出ている月刊リーダーシップという雑誌に、特集記事を書かせていただきました。
日本監督士協会のサイトから購入できます。一冊送料税込みで900円です。よろしかったらぜひお手に取ってみてください。本日はご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。